三島駅乗客転落事故は、東海旅客鉄道東海道新幹線の三島駅で1995年12月27日に発生した鉄道人身傷害事故。東海道新幹線史上初の旅客死亡事故となった。東京発名古屋駅、小玉475号は、光号の追い抜きを待ち合わせるダイヤであったため、三島駅で午後6時31分に到着後3分間の 停車をしていた。この停車時間に、実家に帰宅途中の神奈川県小田原市の男子、高校生がホームへ下車し、売店の公衆電話で通話していた。午後6時34分、ホームの係員が、発車予告ベルを鳴らしたため、高校生は慌てて7号車の自分の座席に戻ろうと6号車、後部上行口に駆け込んだが間に合わず、上行口にかけた指を閉じた扉に挟まれた。 高校生は扉を開けてくれるように合図したが、駅係員、車掌はそれに気づかぬままと平成上と認め、運転士は、都示しらせ島の転倒により午後6時34分50秒に列車を発車させた。その後、高校生は指を挟まれたままホームを約90メートル伴走した後に転倒、約160メートル引きずられた後でホーム端から、ホーム下の軌道時期に転落。 車輪に頭部を引かれ即死した。本事故は、ホーム上の旅客の異常に、駅務員、乗務員が気づかなかったことにより、死亡事故に至り、旅客の高校生が駆け込み乗車をしようとしたことも、誘因なのであるが、趣旨他の異物が扉に挟まれると抜けなくなるという、旧型車両の設計が大きな危険をはらんでいることが、強く認識された。新幹線では、車内の機密を保つため、 ドアを内側から車体に押さえつける機密押さえ装置がある。これは1 0 0系以降の新型車両では発射後に速度が上がってから働くのに対し、旧型である該当車両の冷系は当時、ドアが閉まると直ちに機密押さえ装置が働く構造であった。そのため挟まれてしまった指は直ちに引き抜くことができない強さで挟み込まれた。また、 3 5ト、mm、ル以上の異物を挟んだ場合には、と示しらせ等が点灯しない構造であったが、指がドアの円に貼られた、厚さ7ト、mm、ルのゴムに食い込んだために3 5ト、mm、ル以下になったか、指先がドアと車体の間に挟まれたために感知せず、そのまま点灯したことが原因とされた。また、車掌は、最後部の16両目と、中間8両目の窓から顔を出して、 出発時の安全確認をする規定があったが、8両目、担当の車掌は緊急でない扉の故障に対応するために10両目に降り、さらに別の乗客の対応をしていた。この車掌はそれでもなお10両目から顔を出し安全、確認をしたが、規定通り8両目の窓から確認していたら、死亡した高校生が指を挟まれていた扉の位置から約30メートルの短距離であり、 事故防止できた可能性があった。一方、ホーム上の駅務員は、旅客が挟まれていることに気づいて対応しようとしていた、別の旅客を見送り客と誤認し、結果、事故を防止できなかった。この事故を教訓に、例型全車両のほか、一部在来線車両も含めと、締め装置改造が行われたほか、ホームに従来あった、列車非調停止警報装置を業務専用から、 公衆操作用ボタンへ切り替えること、また、三島駅を含む新幹線の駅で安全策や、ホームドアを設置すること、駅構内の監視カメラを増設すること等の対策が、された。改良が高い閉装置を装備する、京成電鉄、新3000系電車従来からの駆け込み乗車防止の、啓発ほか、短い停車時間中に、ホーム上に降りないようにという案内放送も、促進された。 さらに、新幹線以外でもと締め直後の抑え圧力を弱める、開閉装置を装備した車両が新造されている。業務上過失致死の刑事犯容疑で車掌と、駅務員が、静岡地方検察庁沼津支部に、書類送検された。車掌は、不起訴処分になったが、駅務員は安全確認を怠り、被害者の発見が遅れた過失があるとして、 三島管理裁判所に1998年7月17日に略式起訴され21日に罰金50万円の略式命令が下された。被害者遺族から出された JR 東海の社長と同新幹線鉄道事業本部長に対する刑事告訴については、法務の係員の過失と被害者の駆け込み乗車という個別的偶発的状況が重なったことによる事故で、 ある年、経営者、管理者の刑事責任は問えないとして、不起訴処分となった。一方、遺族が会社を相手ドリソン外賠償を求めた民事訴訟は、2001年3月7日に、静岡地方裁判所沼津支部が、鉄道会社は、事故発生の危険予知が可能であったにもかかわらず、怠った過失があったと認定した上で、男子高校生も閉まりかかった扉に手をかけた点に、 旅客として要求される注意義務を書いていたとして、過失割合を会社6割、旅客4割として JR 東海に4868万円の支払いを命ずる判決を出した。原告、被告双方が控訴したが、東京高等裁判所で2001年11月26日に和解が成立した。ありがとうございます。